それでは委員会を再開いたします休憩前に引き続き報告聴取を行います大宮交通公園の再整備に向けた市民意見募集についての報告聴取をいたします理事者報告願います小川緑政策推進室長着席して報告してくださいありがとうございますそれでは大宮交通公園の再整備に向けた市民意見募集についてご報告いたします お手元町づくり委員会資料をご覧ください大宮交通公園は子どもたちが楽しみながら交通ルールを身につけることができる施設として長年親しまれてまいりました今後も設備等を適切に維持していくことが大切でございますが開園から約半世紀が過ぎ必ずしも十分とは言えない状況にありますまた宅地化が進んだ北区北部地域の消防能力の向上のため 同公園の一部に北消防署を移転することを予定しておりますそこでこれを大きなチャンスと捉え今まで以上に皆様に愛され多くの方に楽しんでいただけるような公園となるよう全面的な再整備を行うことといたしましたこのため京都市都市緑化審議会に諮問し審議会の部会である大宮交通公園の在り方検討部会が設置されご議論いただいてまいりました その中で交通公園の位置づけは存続するエリアとしてはしだれ桜のある北西角は外区公園的におどいのある南側は私籍公園的なものとし中心部は交通公園とするイメージとしては消防署も含め回遊性があり環境性能や集計に配慮した全体に一体感のあるものを考えてほしい。 などのご意見をいただきましたこの度それらあり方検討部会の議論を踏まえまして作成いたしました大宮交通公園の再整備に向けた方向性案につきまして4月28日から6月2日までの期間で市民意見を募集市民意見募集を行いますのでご報告のいたしますそれではまず1再整備に向けた方向性案の内容でございます 大宮交通公園の概要につきましてはお手数ですが別紙大宮交通公園の再整備に向けた市民意見募集についての2ページをご覧ください大宮交通公園は子どもたちが楽しみながら交通に関する知識や正しい交通ルールを身につけることができる本市唯一の交通公園です 当該地周辺には外区内に居住する方々が利用する身近な公園である外区公園がなく本公園はその役割も担っております3ページをご覧ください大宮交通公園の主な施設の現状でございます現在の大宮交通公園には主な施設として区民ほこりの木であるしだれ桜などのある貴重な緑地 大型ルりイ等の遊具交通教室に使用する管理棟信号機や道路標識等のある模擬交通施設踊りなどがあり市民の方々に大変親しまれる公園となっておりますえページをめくっていただきまして4ページをご覧ください大宮交通公園を取り巻く状況でございます本公園は 2つの大きな課題を抱えております1つ目は、施設の老朽化でございます模擬交通施設は、経年変化による劣化が各所に見られゴーカートは老朽化により、稼働している台風も減少している状況ですまた、他の施設でも全般的に老朽化が進んでおります2つ目の課題といたしましては、交通学習施設であるゴーカートや 交通教室等の利用数の低下でございますグラフでありますように開園当時と比べ利用数が大きく減少しておりますまた本公園敷地内への北消防署の移転についてもご説明をさせていただきます宅地化が進んだ北区北部地域の消防能力の向上のため平成三十三年度をめどに北消防署が本公園の一部に移転する計画としています 公園形状や小井等の配置大型の緊急車両の出入りを考慮し二車線道路である船岡東通り沿いの北端部を北消防署の移転先として,しております。これにより公園面積の約15%弱3,000平方メートル弱が減少いたしますが災害時に広域避難場所である大宮交通公園への避難者に対して 応急救護や災害情報の提供ができるようになるなど防災機能の強化が可能となりますなお引き続き京都市緑の基本計画に基づき公園面積の確保には努めてまいりたいと考えておりますまた時代のニーズに合った公園の施設機能となるよう残る公園敷地も併せで再整備を行うことで公園全体として機能向上を図ることができます 続きまして5ページの「大宮交通公園の再整備に向けた方向性案」でございます開園から約半世紀が経過し施設の老朽,老朽化や交通学習施設の利用数の低下などの課題への対応北消防署の移転など再整備の必要性は高まっております本市唯一の交通公園であることや歴史的な価値を有する踊り および貴重な緑地の保全、さらに広域避難場所として地域の安心安全に支出量を考慮しつつ環境性能や集計に配慮した全体的に一体感のある公園とすべく大宮交本公園には4つのゾーンを設け交通学習ゾーン健やかゾーン踊りゾーン 防災機能強化ゾーンを結ぶことで公園利用者の回遊性を確保する構造としております最後に今後の予定でございます4月28日から6月2日までの期間で別紙によりパブリックコメントを実施させていただき6月に第2回の大宮交通公園の在り方検討部会を開催する予定としておりますその後7月に京都市 都市緑化審議会から答申をいただきたいというふうに考えております。大宮交通公園の再整備に向けた市民意見募集についてのご報告は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。ただいまの報告について何か質問はございませんか。お一人だけですか。はい。では山根委員。 お願いいたします。あの我が党の地元議員の玉本議員から伺っておりますので、私の方からあのいくつかお聞きしたいと思います。で、あの今回の提案はですね、これも何度も議論をされておりますが、北消防署の移転があの前提となっておりますが、で消防署からの説明も不十分な中で多くの方が ままだ納得をされておりません3月の予算特別委員会の質疑、私も見せていただきましたが、550名に説明をしたという、消防局から聞いているという答弁があったかと思いますが、一方で、大宮交通公園をよくする会の方々が実施されたアンケートにはです、ね、700名の方からの返信があり、74%の方が大宮交通公園への消防署移転には反対をされておりますから、 とても今、住民合意があるとは言えない状況だと思います。で周辺住民の、えー、方はですね、消防署が、えー、北山通りよりも狭い生活道路に来ることを大変心配をされているということであります。で私もこれは実はあの驚きました。であの、私の地元の伏見区ではですね、伏見消防署があの移転をすでにしておりますが、 もともと伏見消防署は師団街道をずっと南に下っていって、一方通行の狭い道にあったものが、今、国道24号線沿いの大変広いところに移転をされています、で消防力とかですね防災機能の向上というのは、普通はそういうものではないのかと私は思うんですけれども、まずその点について伺いたいと思います小川市長、はいえー。北消防署の移転ということでございます。 あの北消防署におきましては、えー、当時、えーまあ、昭和35年の当時の、まあ、国勢調査とかと比べますと、今現在、えー、あの部分、北区の北部う地域でございますけれども、高ヶ峰屋、柊、え、野、ー、学区、大宮学区、えー、この辺りですけれども、まあ、世帯数が11倍に増えていると、えー、昔、えー、昭和35年当時に約1300世帯があったのが、今一1万4600ぐらい増えているというようなところでございます。 また人口も当時5400人ほどであったのが3万2000人余りというように、非常に世帯数でも11倍、人口でも当時からもっと6倍に増えているということでございます。で当時、北山通りにございましたけれども、今の,その北,北消防署が移転するというその大宮交通公園の辺りにつきましては、非常にそういう住宅地が増えてきたということで、まあ、防災 この地域については、重要であるというふうに消防の方から伺っているところでございます、以上です山根委員であの周辺にはです、ね、子どもが遊べる外区公園が徒歩圏内にないということで、うんまあ、大宮交通公園が外区公園の役割も兼ねていると、で子どもたちが遊ぶ近くで,です、ね、しかも今の消防署よりも、えー、狭い道路に、 えー、場合によっては24時間対応されるこの緊急車両が出入りをするというのは、私はまあ防災の強化というよりもむしろ危険性があの増す側面もあると思うんですけど、その点はいかがですか小川市長。はいえー、今、えー、公園の、えー、北東の角ということで、まあ、出たところも2車線あるということでございます。でそのの辺ににつきましてては、えー、この地域がが非常に増えていると、えー 増えているということで、ここには必要であるというふうには消防の方には伺っておりますので、安全面には非常に配慮するというようなことも聞いているところでございます、以上でございます山根委員で。その北消防署移転先となっている、今おっしゃられた北東角ですけれども、ここはあの現在、駐車場ですね、であの駐車場や駐輪場の確保をどうしていくのかということも課題だと思います。で今でも えー、駐車場が狭く休みの日には道に車がずらりと並んでいることがよくあると地元の議員からお聞きしました、市バスの路線や本数も不便な地域で駐車場は違法駐車をさせないためにも必要だと、こういう声もいただいているんですけれども、その点はいかがですか。小川市長 はい、今現在、あの休みの時なんかには、まあ、駐車場の方う、非常に活用していただいているというのは、私も現任、えー、しております、でこのへにつきましても、まあ、総合的に考えて、えー、駐車場の設置、云々なんかを検討していきたいというふうに考えているところでございます山根委員。駐車場の設置を検討したいということで、それはどういう、具体的にはどういうお話なんでしょうか小川市長。 はい、今現在、このパブリックコメントをしていった中で、まあ、どういう形を作っていくかというのを総合的に判断していくということでございますので、その中で検討していくというところでございます山根委員。まあちょっとよく分かりませんけれどもあの、えー、4ページにはですね、この資料の頂い,いた4ページには、補装の老朽化というのを掲載されてますけれども、私はですね、この本来、 回収すべきものをここまで放置してきたことが、まあ、そもそも問題ではないかと思いますしで、まあ、防災機能の強化とか公園の再整備ということが強調されてるわけですけども今回の話は結局ですね市民の大切な公園を削るという話なんですよで市民生活にとっては消防もそして公園もどちらも大事なはずですで私はやはり公園整備を進めるはずの 建設局がです、ね、大切な公園が削られることを、先ほど言われました大きなチャンスと捉えること自身が問題ではないかと思いますが、いかがでしょう小川市長。はい、あの大きなチャンスと言いますのは、私どもなかなか公園の再整備というのはできませんが、今回、この消防署が移ってくるということでございますので、その消防施設と一緒になって、この広域避難場所、防災施設と、 いうような位置づけで、再整備ができると、いうようなことで、チャンスというふうに考えているところでございます。以上です。山根委員。まあ、再整備ができるとおっしゃいますけどね。三千平米なくなるわけですからね。本当にひどい話だと、私は思います。で、あの、公園っていうのは、空き地ではないと。私は言っておきたいと思います。で、公園面積が。この減る事態に対してですね。やはり、本来であれば、建設局の立場としては。 ほかで探してほしいと言うべきではないかと、それが市民に対する皆さん方の仕事であって、責任であるということを言っておきたいと思います。で、消防署移転によって、ですねこの大宮交通公園、約2万平米のうち、3000平米も公園面積は少なくなるわけですね。で、これ、3月の委員会で要求した資料が先日届けていただきまして、見ましたけれども、のこの、 どれぐらいの場所がです、ね、消防署の面積になるかということで非常に大きなこの赤丸で示されていますが大きな部分が消防署になると、まあ、今、滑り台がある辺りまで,です、ね、あの来ることになると思いますがしかし今、あのこの委員会資料5ページを見ますと北東部分にある北消防署移転先というのがです、ね、実際よりもかなり小さく イメージ、描かれているのではないかと、こういうあの事実と違う資料でもって、パブリックコメントをされるんですか小川市長、はいあの。この5ページの、えーまあえー、図でございますけれども、これはあくまでもゾーンを描いていると、イメージしていただければいいのかなと思っております、えー、真ん中に交,し交,交通の学習ゾーン、そして北東部にはこう防災機能強化ゾーンという形で赤丸で、えー、印をさせていただいたと。でそれを 青い、えー、紫ですかね、紫でまあまあ回遊誘性をも出すというようなところで、えー、示させていただいております、あの議員おっしゃるように、えー、この前提出させていただきました資料、でいきますと、赤の部分が小さいかなと思われますけれども、あくまでもこれはゾーンの配置というふうにお考えいただければいいのかなと思っております山根委員。私はこのあくまでゾーンだと、あくまでイメージなんだという話では、私は済まされないと思うんです。で だってこの資料の中にですね、他にそういう場所出てきますか、この消防署の話がであの北東部分という位置も決まっているとそして移転も決まっているとおっしゃるしかも3000平米という数字まで出ているわけですよそうしたら地図に大体どうなるかというのはです、ね、簡単に分かる話だとこれ、なぜ示されないのかというふうに思いますでこ,のこういう資料はです、ね、明らかに市民の皆さんに誤解を与えかねない そういういものだということとを指摘しておきたい,と思いますでもう一つですねあのこの資料の4ページではゴーカートの利用台数の減少というのがあの示されていますがあのここではですね30年前の5年間と、えー、直近の5年間が比較をされているわけですねでしかしこの比較にもちょっと疑問があるのでお聞きしますがまずあのゴーカートの利用台数が減ったというふうにあるんですけれどもこの写真あるように 稼働負荷のゴーカーカトがあるとということは、あのこのゴーカートっていうのはです、ね、動かなくなったら、えー、それは新しいものに更新をされていくということではなくて、こういうふうにして、えー、まあ展示をせざるを得ないというか、えー、だんだんと台数は減ってきているのではないかと思うんですけど、このゴーカートの台数っていうのは、どうなってきたんでしょうか小川市長。はい えっと、今、まあ、現在、あのー、使用できる分がちょっとあの減ってきまして、今、あのー、この写真に写っているのは、まあ、あのオブジェ的な、えー、もので、えー、置いているところでございますけれども、ちょっとしばらくお待ちください。ませ えー、現在、稼働中のものが、えー、18台でございます、でえー、と一応あの、えー、29台ございまして、そのうちの、えー、稼働するものが18台ということでございます、でこれにつきましては、あのもう今、動かないものにつきましては、今、動くものに、ま、部品であるとか、この辺まあ移植をしているというようなところで、今の現在の18台をあの稼働させているというところでございます以上です。 山根委員え現在、動くのは18台ということなんですが、これ、一番多いときは何台ぐらい動いてたんでしょうか小川市長。えと一応、29台、今ございますので、まあ、基本的には29台が全部、当時、昔ですので、動いてるかどうかちょっと把握はできてませんけれども、29台はあるというところでございます、以上です山根委員。まあそうしたら、3分の2ほどにですね、えー 減っていいるというか実際は動いていないわけですからその昔の数字と今の数字を単純に比べることはこれ自身を持ってもです、ね、難しいと私は思いましたそれからあのいこれもちょっと聞いたんですけど以前と比べてです、ね、このゴーカートの利用日数ですね現在は、えー、もし間違っていたら教えていただきたいんですが木曜日と土曜日曜祝日と。で 夏休みなんかは毎日ということなんですが、この利用日数についても、だんだんと減ってきた、削減されてきたというようなお話も聞いたんですけれども、この点についてはいかがでしょうか小川市長えと。ちょっと私もあの定かではないんですけれども、以前はもう少し、目移も動かしていたということは伺っておりますけれども、ちょっとそれについてはあの存じておりません。ただあの利用者が 以前その、えー、これができたときなんかは、結構ずっと並んで乗るというようなことがあったけれども、まあ、最近は、まあ、そこまで、えー、大多くないというようなことは伺っているところでございます山根委員。でまあ、そしたら、以前はまあもう少し動かされていたということですのでね、やはりあの5年平均という比較ではなくて、私はあのゴーカートの台数とです、ね、利用できる日の1日の利用者数というのをやはり 比べなななけければいいいのではないかとでこれは私あの、先ほどインターネットを見ておりましたら、子,、えー、子育て中の方が一昨年、あるいは昨年、えー、ブログや SNS 等で書かれているのは、ですねゴーカートには列ができていたと、子どもたちも大喜びということで、今もですね、えー、大変なやはり人気があるものだということだと思うんです。ですから、あのこれはちょっと資料を求めたいと思いますが、ゴーカートの台数が、 どう推移してきたか、あの年ごとの数字を出していただきたい、それからゴーカートを利用できる日の1日の利用者数比較について、数字が出ないかどうか、この点についての資料を求めたいと思いますが、いかがでしょうか小川市長、はいえーと。ゴーカートの台数の推移、それと利用、利用日の人数でございますかね。 この辺についてはあのちょっとまとめずまとめさせていただいて資料の提出をさせていただきたいと思います。山根委員。であのこのまあ資料というか提案ではですねやはり老朽化ということと利用者数の減少というのがまあかなり強調されているんですけど、まあ客観的な数字のようでですね実は。 あのかなり誤解を与えかねない、そういう中身の資料になっているんじゃないかとで、このゴーカートが残るかどうかというのは、この公園にとってもですね大きな課題であるにもかかわらず、それを残してほしいという声を果たして聞くものになっているのかあの、非常に疑問であります、で最後にもう1つだけお聞きしますが、このパブリックコメントの配布方法について、えー、対象となる地域としては、まあ、近隣学区でいえば、えー、大宮、えー、それから私竹大峰。 こういうことだと思うんですがこの地域には例えば全戸配布をされたりするのかどうか京都市唯一の交通公園として幅広く保育、それから幼稚園、小学校などのですね関係者の皆さんからぜひ意見を寄せていただけるようにしていただきたいと。で子どもだけではなくて 高齢者の方にも喜ばれている場所だと聞いておりますので、ぜひ配布方法の検討について聞かせていただきたいということと、そして改めてです、ね、市民合意なしに進めることは許されないと、このことを指摘して終わりたいと思います。以上です先ほど山根委員から要求のありました、ゴーカートの台数の推移について、並びに1日の利用者数について、この資料については、 先ほど理事者より提出でできるというと,のとのことでした委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。答弁、あ、はい。それではすみませんあの、えー、先ほどの山根委員の質問に対しての答弁をまず求めます。小川市長、はいえーはい、不合格でございますけれども、あのまあ、委員、えー、おっしゃられましたように、私たちもあのやはり少しでも数多くのお意見をいただきたいと。 いうふうふには思っておりますそしてここはあの、外区公園という意味合いではなく、京都市の交通公園という大きなあの意味合いを持っておりますので、その辺京都市民全体から、えー、意見をいただけるような手法を取っていきたいというふうに考えているところでございます。以上山林よろしいですか それではあの繰り返しですが先ほど山根委員から要求のありましたゴーカートの台数の推移について並びに1日の利用出数についての資料については理事者は提出できるとのことです委員会使用として提出を求めることにご異議ありませんかご異議ありませんので委員会使用として提出を求めることに決定いたします理事者におかれてはできるだけ早く提出いただきますようよろしくお願いいたします他にご質問ございますはい、寺田委員ちょっとあの。 この心理現場腫のことについてずっと見てて思ったんですけどもいわゆる京都市の交通政策っていうかなその辺とはきちっと議論を十分下がってのことかどうかっていうのはやっぱりこれできた時っていうのが、えー、昭和、えー、44年ですかまあまあ私の子供の時なんであの、まあ、いわゆるなんて言いますか市電が廃止されてでモータリゼーションで車がどんどん増えてきてっていう時代の中でね 1まあ一つゴーカートっていうのがまあ,あってこういう車に対して気をつけましょうみたいなことはねまあその時代の流れとしてねどんどん町がそういうふうに変わってきたことに対して非常にまあこの公園っていうのはあの役に立ったかなというふうに思いますし私もそうですし私の子ども同様にそうやと思うんですけどもただまあ今京都市が「歩く町京都」っていう中でまあいわゆる 自動車よりもむしろまず優先は歩行者公共交通そしてまあ自転車バイク自動車っていう順位づけをしてされてる京都市の交通政策とね今後のこの交通公園っていうのが、まあ、どのようにこうリンクしてるのかっていうのがちょっと私今日の説明聞いた中では見えてきてないような感じがします、まあ、そういった意味ではまあこれからねもちろんいろいろと議論されるんでそうだとは思うんですけどもその豪華さについては私自身もね感情的にはあの あってほしいなと思うし、まあ、そういった、なんて言いますか、教習というかね、そういった部分はあろうかと思いますけれども、まあ、当然、市民の税金を使って、えー、リニューアルするわけですから、ある意味、やっぱり京都市の政策っていうのはね、きちっと、こことをリンクさせていかないとね、ただ単に、大宮交通公園、単独でやっていくというのは、いかがなものかと思いますし、その辺についてはどうなんですか小川市長。はい あのまあ、議員おっしゃられましたようにあの、京都市は歩く町を推進しているというところでございます。で、まあ、この公園ができたときはあの、モータリゼーションの発達ということで、車が非常に多かったと、えー、交通戦争と言われているような時代でございました。で、今,今現在、やはりあのそういうガソリンをたいてどうのこうのっていうのから、まあ、電気とかにも今でも変わってきていると、環境配慮とかいう意味合いもございます。だからその辺あの部会の委員の方からは、そういう意見も一部ございました。 で例えば、当時は車の交通事故とか非常に多かったけれども、今は車対自転車とか、自転車対歩行者というようなことも出てきているというようなこともいただいております。であのやはり、京都市が目指している交通政策におきましては、そういうところもしっかり監視しながら、この交通公園にまあ反映をさせていければいいのかなというふうに考えておりますので、その辺のまたご意見もいただければいいのかなというふうに思っているところでございます。以上です寺田委員 まあ,あの今街中でもねあのいわゆるシャドウに自転車のなんて言いますか矢印を引いてですねそういうことをやったりまあ条例でもですね自転車に関する条例まあこれからそういった自転車のまあ保険のね 義務化とかいろんなそういったことと、こうまあ、いわゆる連動といいますか、そういったものがあのもう少し見えてもいいのかなという気もします、まあ、これから市民の皆さん方にね、ご意見聞く中で、まあ、せっかく市民の皆さんにご意見聞くんであれば、そういった京都市のです、ねまあ、交通政策の方向性なんかもね、少しいい、まあ、触れていただけた方が良いのかなというふうに思いましたので、ちょっと質疑をさせていただきました、以上でほ他にございませんか。 すみません、ちょっと確認だけさせていただきたいんですが、今、山根議員の質疑の中でね、このグラフ、ゴーカートのこのグラフだとか、この、えー、イメージ図ですね、これ、今の議論の中ではちょっと問題があるかなと思ったんですが、この辺はあはパブコメ、これを配布されるにあたって、 え再度、検討し直して、訂正とか、修正とか、そういうことはありうるのかどうか、その辺だけちょっと確認したいんですが。一応、28日、金曜日からえ配布をするというようにまあ予定をしております、で例えばこのグラフにつきましても、これ、ちゃんとしたデータを基づいて、グラフをこちらえるものでございます。あのえこのゾーン 交通ゾーンとかのこのゾーンにつきましても、イメージということでございますので、この形でいきたいというふうに考えているところでございます、以上でございまほ、はい、他はございませんかなければ以上で報告聴取を終わりますが、先ほどの事務事業概要の説明を含め、この際、建設局に対して質問がある方は、ただいま挙手していただき、あらかじめ質問内容を申し出きますようお願いいたします。 いかかがでしょうかあの順番にお聞きしますね、あのでは加藤委員、はいえーと。先日の宝ヶ池トンネルのコンクリート片、えー、が落ちたことについて、一連の対応と今後の予定についてお伺いいたします。はい、次ははジミーさんあとはあ あの各土木事務所の体制についてお伺いしたい,い、はい。共産党さんは西野さん。え私もあの宝ヶ池トンネルの事故に関連して、今後の方向なども含めて質問します。はい、はい。山根委員。えっと、私からはあの J. R. 奈良線の複線化工事についてお聞きしたいと思います。小梅、はい、さんは。 は島はい、公園愛護協力会の,あの運営についてお聞きします、はい、では私もです、ね、あの宝がい飛んでいるコンクリート片の崩落の検知で重複しない範囲でお聞かせいただきたいと思います。はいはいはい 改めて申し上げますがお申し出のあった方以外の委員の質問は当該質問に関連する内容以外は認めませんのでご承知おき願いますそれではあの一般質問に関連のない理事者はこれで退席を願います質問の整理もさせていただきますので5分間休憩をさせていただきますはい、1時40分に再開いたします改めて再開の放送を流しませんので委員の皆さんは時間までに席にお戻り 順番決めておいてもらいますか。会派